はい、インディーズバンドルームさんのリーダーことボーカルのランです。ルーメイトの皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。おはようございます。ということで、はい、聞いていただいた方もおられると思いますが、思いますが何ですか。はい、はい、RCC 中国放送で放送されました中四国ライブネット広島発歌人村下幸三色あせぬ歌2023番組出演しましたと、はい、その出演後期ということですね。あ、そうですね。はい、告知も撮りましたけども、はい、出演後期という動画を出そうかなと思います、はい、ということで、はい、うん、まあ緊張しましたな。いやー、なんかその相手の顔をミンと喋るっていうのってやっぱりこう、おどおどしちゃうなっていうのって、はい、なんか場の空気が読み切れへんっていうのがあるじゃないですか、うん、なんで、結構ね、コウさんはね、なんかうまいことやってはってたんですけど、私はもうなんかもう間が空くのが嫌な人間なんで、ような間が空くと詰めて喋るっていうのでかなりぶつかりましたいろいろと。これちょっとまだその音源聞いてないからあれなんですけど、はい、どうなってるか、ちょっと編集でどうなってるか、いやーなってると思うんですけどね。別々で撮ってるはずやから、はい、向こうの声とこっちの声って、はい、多分トラック別で撮ってるはずやから、はいはいはい、うまいことはやってると思うんですけど、いやかなりぶつかりまくってほんまにすみませんいやでもなんか僕行きたくなった、あの広島に。ああ、喋ってるね、喋、うん、ってる時これそこの場所で喋りたかったわっていうのめっちゃあって、ね、なんかそれがあるともうちょっとなんかいい感じの掛け合いができたんだろうなっていうふうにはね、うん、思いましたけどね。今回西田敦史さんっていうね、はい、広島ではもうかなりすごいタレントさんなんですけども、はい、実はそのミュージシャンとのつながりもすごく、まあ、もちろんその村下幸三さんとも非常に仲良く、裏側を見てる方なんで、で、あとそのチャゲアスのアスカさんとかも交流があったりとか、もうすごく親しかったりとか、ああそういう方だったんだっていうの、なんか関西であんまり名前聞かなかったんで、僕ちょっと事前に調べてたんですけど、いろいろ見てね、調べてたんですけど、あそういう方だった、そういう方だからこそ、その俺は聞きたか、その生でその現場で話聞きたかった。ああ、まあまあまあ、なんかいろいろだってね、その方しか知らないエピソードだったりとかっていうのがあるじゃないですか。例えばギターのこのチューニングの観音とか裏側とか、そのステージの裏側の話とかちょっとしてたんで、ね、はいはい、うわーこれもっと掘り下げて聞きたいな興味あるとか思いながらでも電話やし、電話ってなかなかそこのタイミング取りにくいし、まあ今回時間が限られてるんで、ある程度決まったことは決まったようにやったんですけども、ああ、そうですね。はい。なんかこれどっかで機会ないかなってめっちゃ聞きたい。俺ただのわがままなんですけどこれいや、まあ、まあまあまあそうですね。YouTube で今度こっちの YouTube で聞こうか言ってむしろこっちに恐れ多いです。そんなもう有名なタレントさんなんでね、そんな僕らがのわがままはね言えないですけど、なんか本当電話での出演って難しいなって思いましたね、うん、なかなかこう言いたいことパパッとこう、ね、そうなんです、難しいですよね。難しいです、うん、もうちょっと言いたいこといっぱいあったんですけどね。そうですね。だからこれ全部喋って時間足りるんかなって思ってたんですよこのね、うんうんうん、コウさんがちょっとこう台本みたいなをちょっと用意してくださってて、これ全部喋らなあかんわって思ってたら、意外と用意してることの3分の1ぐらいしか喋れへんまま終わったみたいな感じでその言えてないやつやりましょうか、うん、どうせやったこの音、まあ、ね、言えてないやつね、はい、村下幸三さんの歌詞の部分で、例えばまあ失恋系多いじゃないですか。今日もちょっとその、うん、今日もというかその収録でもそういう話したんですけど、うんうん、失恋系の歌詞でもなんか曲調は失恋じゃない曲調の綺麗なんですよね。そうそう、曲が綺麗すぎてよくよく聞いたら失恋の曲だったこれみたいな。そうそう、歌詞を見たら結構なんか濃い内容よみたいな感じがあったりとか、そうそう、でもそれをさらっと聞かせる、ね、なんか綺麗に作品として、うん、何やろうな、なんかほんま綺麗な絵を見てるような感じ。そうそう、結局なんかシンガーソングライターじゃないですか、うん、この方って、うん、なんでシンガーソングライターあるあるが自分の思いの、まあ、いわゆる言い方悪いですよ、垂れ流しみたいなところがあるっていうのがあるんですけど、うんうんうん、この方は一個の芸術作品としてものすごい作り込むっていうのがあるじゃないですか。そう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 、なんで作り込みすぎてパッと聞いただけでは認識が難しいっていうところがあって、うんうん、だから
あの読解力が必要な曲っていうのを作ってらっしゃる時点で、うん、いや奥深いなって思いますよね。だから小説みたい。本当に 音もすごそう音歌詞そうなんですけど、うん、あの村下幸三さんって僕映像も作ってるなと思うんですよ、うんうんうん、そうですよね。なんか本当に映像を作りつつ曲も作りつつっていう感じの方かなって。これも言いたかったんよ、うん、ねえ、あかん言われると、うん、時間足らないっていう時間足らないですからね、はい、そうですね。あともう一個言いたかったが、あの曲を聴くだけ、あ、これ言ったか、今言いました、ね、脳内再生っていうのは言ったね。このあの、うん、ブレスの話ですよね。あ、これは言いたかったな。ブレスがね、これ村下幸三さんの曲、これね僕自分で歌ったから分かるんですけど、うんうんうん、どこでブレス入れんねん、どこで息吸っとんねんみたいな話なんですかね。その音も入らないですし、でもよくよく映像見るでしょ、うん、村下幸三さんでブレスするの超早いんですよ。ほんでその音入らないんですよ。いやすごいな。だから多分このその肺活力とか瞬発、吸う瞬発力と吐く 瞬発力、これ水泳やってらしたっていうのをなんか聞いたことあるんで、大きいんですかね、大きいかなって思うんですよ ね。で村下幸三さんの曲ってその一語一語がすごくつながってるんですよ、うん、切れないんですよ言葉が、うん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 、だからブレスがどこで入れたらいいか難しい、うん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 、であとロングトーンが結構多いんですよね、うん、曲に。だからもう休む暇がないじゃないですか、うん、基本的に歌ってる時はね。だからなんかピアノっていうかその鍵盤でパッパッパって弾く曲じゃなくて、どっちかというと僕その歌もバイオリンに近いなと思ってたんですよ。あれも切れない楽器ですよね。切れない楽器ですから、うんうん、なんかそういう感じの曲が多いなっていう。だから歌うとこれね、そのロングトーン苦戦するんですよね。伸ばさなあかんとこ多すぎやろって。綺麗にその言葉がうまいこと綺麗につながってるから、やればやるほどどんどん息が続かねえ。そのつながりがあるからこそその曲自体が綺麗に聞こえるっていうのもあるし、それプラス村下幸三さんのいい声が乗っかってるっていうのもあるし、あと発音が優しいって言って、うんうんうん、その独特しい発音しないじゃないですか。そういう、そうですね、これもね言いたかったんですよね。いろいろあったんですけど、結局限られてる時間の中でもう一個の事柄でしか喋られへんみたいな感じでしたね。そうやっぱりギターとかの裏側の話はそのあっちゃんさんにすごく聞きたいなと、もっと聞きたかったなっていう。そうですよね、逆にこっちが聞きたいわね。あのギターケース開けて弾こうと思って彼の演奏聞いたらもう僕ギターケース閉じちゃったよ。あ、もう無理って無理っす。あー、やっぱりそう思わせるだけのやっぱりすごいものがもうね、終わりになったっていうことですね。やっぱりそのあっちゃんさんの裏側のこう、ね、話を聞いてると、うん、あの想像してた村下幸三さん、やっぱそうやったっていう感じ。ずっとやってるっていうタイプ。でもあの村下幸三表現する時 の、 あのテディベアミのような感じの人がみたいな、なんかあれがちょっとなんか、あ、なんか分かるかもみたいなね。でも引き出すと止まらないと、ね、ずっとやってリハももう全部やる、ね、うん、すごいですね、その裏側がね、うん、ほんでやっぱり失恋とかそういうのに関してはやっぱりそういうちょっとめめしいところがあるっていう。やっぱりそうやった、あ、よかった、イメージ通りやったって。そこちょっとうん、嬉しかったですけどね、イメージ通り。そうですよね、うん、曲聴いてる限りではっていうところの想像を膨らまして私たちいつも喋ってたんで、松山行きフェリーをねリクエストしてかかったと思うんですけども、うんうん、あのそこのシーンがね、そのシーンの話がそのラジオで出てきて、はい、出てきてると思うんですけども、はい、うん、なかなかそのね、あの確かにその新幹線で行ったら、はい、さよならしたらすぐいなくなるけど、まあそうですね、船ってこうずっと見とかなくなる。ずっと見えるし見えてその波の船のこのね波の余韻がずっとこう泡とかがこうずっとこれ余韻が残りまくるんやろな。でもソロ感性あるからこそ、まあ、そうですよね、 あの曲が書けるんやっていう話で、あーっていう今日思ったんですよ、ね、それを聞いて、ね、はあ、なるほどなって。だから思い入れすごい強いんですよね、うん、その思い入れの強さがあるからこそ、ね、繊細な歌詞が書けるというか、表現情景とかも泡の一つまで細かく描くっていう ね、そういうことができんねんな。だから本当にコウさんがよく言ってるのが情報量が多いっていうことじゃないですか、うん、あの歌詞の中の、うん、ただ短い言葉の中に一気にギュッて詰め込むんで圧縮率高いんですよ、ね、村下幸三さんって
普通その情これね、あの普通の文面でもそうなんですけども、うん、情報量多いことを伝えようと思ったら文が長くなるんですよ。絶対長くなります。村井さんこれさ、はい、それを適切にもう短い言葉で全部表すんで、あの装飾の言葉って本当に少ないんですけど、その一語にかけるその意味合いが何個あるんですかっていう、うん、そうそう、これはねなんでそんなことできるのかなと思う。まあでも違った世界の中で生きてらっしゃるんだなこの方って思いますよね、うん、そのエピソード聞いただけでも、うん、だって船出発するときに余韻が残るなんて一瞬も思ったことないじゃないですか、うん、我々って。そうそう思わないよね。寂しいな悲しいなぐらいしか思わないんだけど、その船のこの行くまで波がこう、ね、そこまで考えてるっていうねえはーっと思って、うん、だからすごい何やろ一生懸命なんやな、そのすごい思い入れ、その曲にしても演奏にしてもその女の人にしても、そうですよ。いやでもあの歌詞って女の人すごい思い入れなかったら書けないじゃないですか。書けないですよ、書けない、あんな歌詞無理ですからね、うん、初恋って有名ですけど、あの初恋でもすごくよくできた曲やからね。これだってちょっとお酒入ってあれ歌ったらちょっと泣くもん、ね、だからその表現をするのにこのシチュエーション使うんやとかってなったりするじゃないですか、うんうん、いやもう本当にもう私はもう松山駅フェリーの時にもうフラッシュバックやったランさんの元彼の話をしててで今回あの中四国全域に放送されるから聞いてるかもしらんでっていうのを言われた時にあーってなってしかも魚屋さんやろ、魚屋さんって意外とラジオ流しながらこう騒いだり仕事するよねとか言って、そうだって CD 入れるわけにいかんねん、あれもう壊れちゃうのよ魚屋さんとか飲食店って。そうなんだ。 CD、MD とかテープメディア系入れてやるメディア系って、はいはい、あの壊れんのよ。油とか、あ、そういうことか、空気とか魚の油でもあれ飛びますから、で水分とか湿気多いから、はあはあ、でラジオってテープとかそう入れるもんじゃないから壊れにくいね。だからああいう魚の飲食店って意外と、俺らでもそれも飲食店の時ラジオずっと FM とかかけとったからね。わあ、そういうことね。しかも魚屋さんで言うたら年上の人たちがいっぱいいるんでしょ、はい、そうです。 AM ラジオ聞くやろ、はい、そうですね。で聞いてる可能性ない。ほんでこの声でこの名前でしょ、うん、絶対 なんですって絶対分かるやんってなんか聞いたことあんぞみたいな。しかも俺の話しとるやんけこいつ言って何を掛け合わせて言うとんじゃー言うてね。ごめん、それを選択したのは僕ですけどね。いやもうほんまにやらんさん絶対これやろ言って松山駅フェリーでしょってもうほんとなんかもうそれ言われた時にうわー冒険やわー思ってね。いやでもなんか ね楽しかったですね。楽しかったですよ、ね、本当夢が叶った、うん、まあ、YouTube やりだした初期から僕ラジオ出たいなって言ってたんで、うん、動画でも、うん、なんかそれがこんな大きい形で叶うとは、まあまあリモートではありますけども、はい、もし機会やったら行きますんで、またあのちょっと早めにもうちょっと早めに言っていただけるとちょっとなんかこういろいろ予定を合わせてね。もうそんな、もちろん自腹で行きますんで。いやそりゃそうですわ。全然もう僕そそうあの面白いもんにはもう金かけるんで、ぜひとも自腹を切らせていただきますっていう話でね。そうそうそう、それでもなんかその近くで話を聞きたかったですね、あっちゃんさんに。そんだけそうですね、裏に裏ずっといた人やから、うん、そんなん我々と情報量違うやん。で、そのなんか裏のエピソードを生のエピソードを聞いて、あの逆にまた気づくこと出てくるかもしれない、うん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 、あこれひょっとしたらこれかもしれん、こういう思いやったんかなとかも気づくかもしれないし、うんうん、でもなんかそれを聞くことによって我々が今までこう想像してたことの答え合わせができるわけじゃないですか、うん、今日も答え合わせができたわけであって、やっぱりちょっとなんかこうそういう気持ちで書いたんかなっていうのを、うん、まあ、そのエピソードを聞いて、うん、やっぱりみたいな感じだった。近くにいた人だからこそ聞けることもあるなっていうのがあって、うんうん、それをまだちょっとなんかの機会があればねえ、あのやりたいなと思うんですけどもね。あでもなんかもう本当に電話って難しいっていう話です。そうなんですよ。ただズームにするとちょっとラグ出るやんか、うんうん、まあ、電話ででも頑張りましたよ今日いろんなもん使って、なるべく綺麗に音取れるようにコウさんがね、ちょっと一応ねミュージシャンや言うてるからさ音にはこだわって一応なんかラジオでしょってなるからやっぱ綺麗に撮りたいわと思って綺麗に声流れた方がいいから、ね、そうしようかなと思って、うん、家であのちまちま実験しとってんで自分であ
あ言ってうんうん音質大丈夫やなとかシュール一人で言うそうそうそう家でやっとってんでシュールやなiPhone 使いながらこれ大丈夫かなって言ってだからなんかおかげでだいぶ綺麗に音声が非常にストレスなく聞こえますよみたいな形で言っていただいたんで、まあ、ありがたかったんですけどね、はいはい、まあそんな感じでねちょっと今回ラジオ出演でちょっと言えなかったことをちょろっと補足してみました、はい、まだまだあるっちゃあるんですけどそれはまた別でね動画でやろうかと、ね、まあ村下幸三さんももちろんずっと扱っていきますんで、はい、はい、最初みたいにバズることはまずないと思うんです、うん、あれってなんか YouTube の仕組み上そのね、はい、新規顧客集めた時ってバズるんですよあそうなんですね、うん、YouTube 外からの人を集めるとバズるんですよその動画ってあだからあの時はたまたまその村下幸三さんを語ってる人が僕の見た限りでは江戸山口さんぐらいしかいなくてなんかそういう形で話すっていうのはでその動画は多分何十万回で言ってたから30万か40万回言ってたんかしらんけどなるほどねその関係なんかなとは思ったんですけどもでもそういう人がいなかったっていうのがあるんかなでたまたま僕らが語り出してであ何やって珍しくてバーって見た人が多分新規の方が多かったんやろな、うんうん、で新規の方多いと YouTube でめっちゃおすすめするんですよあっちこっちまあでもあの YouTube さんからしたら新規開拓できてるっていうこれはいいアカウントだみたいな新規開拓してるアカウントって結構そういうふうにアカウントというか動画って、はいはい、いい動画って見なされる傾向あるんでそれであれ怖かったからねほんまなんか見る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 桁が上がっていくんで、ねうん、でもね実際その43万回最初の動画見る人がいるっていうことは、はいそんだけ村下さんのファンが YouTube 内にも YouTube 見てる方にも存在したんやっていうことやなだからやっぱりそういう村下幸三さんの人気ってすごいんやって未だにって思いますねそういうのは感じましたねまああの時は怖かったからね最高1日6万回ぐらいうわもうえってってなってたからもうでその動画が俺らあの正月旅行に行った時のあれやっぱりみんなが気になるんかなだって今日もねそこ突っ込まれてたじゃないですか布団が置いてあるて布団が置いてあって言うて旅館の和室で旅館の和室で布団が置いてあるからってどんな関係なんかそれも相まってバズったとかなんですかねどうなんですかね一切そんなことないですからねうちはございませんございませんあの同じ部屋にはおりますけども、ちゃんとこうセパレートにして、ちゃんと離れて距離を離してはいそうですよやってます。まあそれでもあんまりこう男女で泊まりに行く人ってまあまあ言いないか、そういう付き合ってないのにっていう。そうそういないですね。まあでも我々ねバンドやからそういうことあるんですよ。ユーチューバーやバンドってこういう世界って。そうなんですよ。はい。そんな2つ取ったら高いじゃないですか。1つやったら安いじゃないですか。節約ですわ。まあでもあれが一番バズったんがちょっと布団あの布団をくっついて置いてる状態ね。そうそう。ね、もうあれがバズってしまった。何にも気にしてへんかったその2人してね。最初はあんまりそんないかんかったんですよ。うん、はあ、そうなんですね。うん、何千回やったもんあれだって出した時、はい、あ、そうなんですね。でその後なんか2週間ぐらいしてから急にわーんって言ったから何何これってなってちょっと待ってそれやったらもうちょっとちゃんとして撮ったらよかった布団見えたままで見えたままでいってよりによってその動画43万回ねえ43万人に見られてるんでえらいことやえらいこっちゃそう、はい、まあそんな感じでちょっと動画ちゃんはラジオであの、はい、言えなかったことを補足してみましたということでね、はいラジオ聴きの方はありがとうございましたということで、はいはい、ということで、これぐらいして終了 したいと思いますはい皆様もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いしますではでは毎日見てよありがとうございますあーこれ You are